仲間にも空腹度があるんやっけ。めんどくせえね。何でもめんどくさがらないでください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでもう自由に動ける感じ。え、ピカチュウそんなところで寝てるの？え、なんか申し訳なさすぎる。は、しまった。どうした？ははは、ごめん。私もワクワクして明け方からここで待ってたんだけど。そういうことか。そしたらつい寝ちゃった。とにかく今日から救助隊開始だ。頑張ろうね。もうなんかぎゅうぎゅう詰めやけど、お手紙やばくない？あの量。え、結成した次の日にあんなに手紙来る。ま、狭い村とかやったらめっちゃ噂になったりするんかな。え、仕事ないの？と言ってもまだ仕事ないんだよね。え、何？何あの手紙。チラシ？そうだ。もしかしたらポストの中に。パッと見でめっちゃ手紙あるのわかるけど。ピカチュウはポストを調べた。ポストには救助隊スターターセットが入っていた。こういうのは何？誰がどこで聞きつけるの？はじめましたっていう、なんか、手続きに行ったの？知らない間に。やっぱりあった。救助隊スターターセット。救助隊を作ったら必ずもらえるんだよ。誰かが見張ってるの？ピカチュウは救助隊スターターセットを開けてみた。お、こいつら救助隊始めたなみたいなのわかるんかな。中には救助隊バッジが入っていた。道具箱が入っていた。ポケモンニュースが入っていた。たっぷりや。やったー、いろいろ入ってる。まず救助隊バッジ。救助隊の証だよ。そして道具箱。ダンジョンで拾った道具を取っておけるんだよ。ってことは前回拾った道具たちは、捨ててきた。え、でもお礼でもらった道具はどうなってるの？とりあえずバタフリーからもらった道具もここに入れておくよ。あ、なるほどなるほど。それは取っておいたっていう感じで。とても便利だから冒険に行ったら使おうね。最後にポケモンニュース。救助に役立つ情報が書いてあるんだよ。ポケモンニュースはポストのところに入れておくから、後で読んでみるといいよ。定期的に更新されるんかな。あと他にも手紙とかはないのかな。ピカチュウはポストを調べた。しかしポストは空っぽだった。おお。やっぱり手紙は入ってないか。ま、そんなもんよね。救助の依頼があればポストの手紙が来るはずなんだけど、チームを作ったばかりだからまだ誰も知らないんだよね。ま、そんなもんよ。お、おや、なんだろう。お、ペリッパー。もうそれさ、ポストに入れずに直接渡してくれたらよくない？あ、びっくりマークとか出るんや。もしかしてこれは。あいな、ちょっとポストを調べてみて。目の前にいる君が見ろよ。なぜいちいち私が。もしかして救助の依頼かもしれない。ねえ、読んでみてよ。一回一回の手紙の量おかしくないですか？溢れるやん。アイナは手紙を読んでみた。ビビビ。君たちのことはケタピーちゃんから聞いた。手紙でも泣き声を書くっていうね。頼む、助けてくれ。コイルがピンチなのだ。洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子に、コイルとコイルがくっついてしまったのだ。それは、レアコイルになったということかしら。レアコイルとして生きていくにも一匹足りないし、このままでは中途半端だ。二匹だけか。なるほどね。お願いだ。助けてくれ。ビビビ。コイルの仲間より。どうする？行ってみる？まあ、行くしか。そう来なくっちゃ。頑張って行こうね。おー。と。え、超遠くない？ポケモンだけでそんなところまで。旅やん。着くの早。おー、来てくれたか。ビビビ。この洞窟に我々の仲間がいるのだ。ビビビ。仲間は地下6階にいるはずだ。助けてくれ。ビビビ。どこにおるかまで把握できとんやね。なんで行かないの？自分たちもくっついてしまうけんってこと。電磁波の洞窟地下1階。おー、びっくりした。Bを押しながらスティックでダッシュ。ダッシュ。めっちゃ速。思った以上に速かった。怖い。待って。技じゃない、技じゃない。リンゴ、お腹が空いたらリンゴを食べて回復し、あ、そっか、空腹度とかあったっけね。お腹がゼロになってしまうと行動するたびに HP が減ってしまう。B をちょい押ししても道具箱は開く。ちょい押し。X メニューから選ぶより便利。持ち物をすぐ確認。B。なるほど。お腹はどれ？あの、右上のやつかな？ 95 って書いてるやつ？あ、そういえばあれ、仲間にも
空腹度があるんやっけ。めんどくせえね。何でもめんどくさがらないでください。やった、効果抜群。ててててこれ早歩きした方が、早歩きっていうかダッシュした方が体力減りやすい、体力、お腹が減りやすいとかあるんかな。あ、階段。骨コンボ、何が運なのかちょっとよくわからんけど。はい、地下2階へ。なんか会話しよったんかな。あ、なんかめっちゃアイテムあるやん、あっこ。寝てる。2匹以上の敵と戦う場合は落ち着いて通路に引き返せば1匹ずつ相手にすることができると。通路に下がって戦う。ピカチュウ、おう。ピカチュウと手分けしてやることはできないのか。ターンについて、ダンジョンでは自分が1回動けば相手も1回動く。いつも順番にターンが回ってくる。まあ、それはいいよね、なんか。逆に言えば自分が動かなければ相手も動かない。なので焦らず慎重に行動しよう。で、その間に回復したりとかっていうことよね。あ、倒してくれとった。普通に自分が倒す気満々で生きよったけど。今のところこう、なんていうの、部屋に入らんかったら敵が出てきてないけど、通路とかで鉢合わせしたりすることもあるよね。斜めに歩く。R を押しながらスティックで斜めにまっすぐ歩ける。R を押しながら。R。イェーイ。あ、そのためのこのアイテムってことね。なるほど、なるほど。なるほど。敵は基本寝てるの？ ZL で技を選ぼう。ZL。ふんふん。を押しながら A、B、X、Y で出したい技が選べる。めっちゃ今更な感じやけど。なるほど。今までのは、なんか、ランダムで出よったよね。変わらわらい。あ、この横の、丸とか二重丸とかが効果抜群とか、まあ普通、みたいな感じか。変わらわり。じゃ、そこ見て、技を選んでいけばいいわけやね。はい、地下3階。ダンジョンで倒れると、ダンジョンで倒れて冒険に失敗すると、持っているお金と道具が全部なくなるから気をつけよう。辛い。これは、罠？回復？罠かな？不思議な床。ダンジョンの中にある不思議な床の上に乗ると下がってしまったステータスが元に戻る。あ、なるほどね、そうか。ただし上がったステータスも戻ってしまうから注意しよう。まあ、初期値に戻るってことか。は。骨コンボ。あれ？ミス。ミス。おしゃい。ん？あ、なるほど。この、これで状態異常、下がった状態異常が元に戻ると。オッケーオッケー。ここ相手、あ、こっちに来ればよかったんかな。はい。そして、あ、敵めっちゃ移動しうる、あれ。上におるやつ。ポケだ、ポケだ。あ、こっちにもポケモンはおるんか。寝てる。骨コンボ。あっこ開かんでも、え？あっこ開かんかったらあれか。技は出ないのか。お！な、誰やったっけ？エレブ？え、違う。エレキットか。ちょっと待って。敵、ま、ん？違う違う違う。そうじゃなくって。これで、あ、こっちを向く。違う、ちょっと待って。骨コンボ。イエーイ。あ、なに？びっくりした。レベルアップか。うん、レベルアップだ。うん。なに今の、なんか、え？回復したってこと？レベルが上がって。ダメージ受けたんかと思った。別にそんな、追加でダメージ受けるような技は受けてないよね。はい、進みます。電磁波の洞窟地下4階。リーダー交代。十字キーを押すとリーダー、操作するポケモンを切り替えられる。リーダーにすれば主人公以外のポケモンも操作できるようになる。ふんふん。でも別に後ろに寄ってもレベルは上がっていくよね。マイナスボタンを押すと遊び方が確認できる。冒険に役立つヒントがたくさん書いてあると。そういうの見ないからいつも詰まりますよね。プラスルや、プラスル。めっちゃ懐かしいやん。石や針を使おう。石や針は、X メニューの道具箱から道具箱の中身、道具選択、登録を選べば、あ、そっかそっか。
ZL と ZR を同時に押して投げられるようになる。仲間も投げてくれるようになるよ。あ、登録しとったら仲間も使ってくれるん。ってことは今のさ、ゴローンの石登録しとこう。X メニュー、道具箱、どこや、ゴローンの石、3個しかないけど。投げると敵のいる方へ飛んでいき、固定ダメージを与えると、壁の中の敵にも当たるんだ。壁の中ってちょっとよくわからんけどね。これで、登録。OK。なんか状態異常直す床ありすぎじゃない？そんなにいる？そんなにいりますかね。あ、投げてくれた、ありがとう。ゴローンの石強。別にゴローンの石やけん、地面タイプ、岩タイプみたいなのあるんかな？なんか落ちる。ポケ。先に進みます。電磁波の洞窟地下5階。地下6階におるって言ったっけ？ボイル。もうびっくりした。イエーイ。この遠くにおる時点で、やっつけてくれるのいいね。この罰は、あ、そういうことか。復活の種、プチ復活種や復活の種を持っていればダンジョンに倒れてもすぐに復活できるぞ。あ、これは自動で使ってくれるんやっけ？プチ復活種、よきよき。あ、階段ある。降りてっちゃおう、もう。先に進みます。あ、いたいた。くっついたコエルたち。なんでみんなちょうどこういう行き止まりにおるんやろうね。ちょっとでもなんか上を目指して移動すればいいのに。あ、あそこにいる。助けよう。引っぺがす。二人で、両方から、ん、ここで終わりか。今回の冒険、アイナは電磁波の洞窟の依頼を見事に成功させた。お、引き離れてる。体が離れた。ビビビ。よかったよかった。ビビビ。わーい、ビビビ。わーい、ビビビ。かわいい。よかったな、お前たち。おかげで助かった。ありがとう、ビビビ。ここの洞窟はもうなんかその、異常が起きたまんまなんかな、ずっと。大きなリンゴをもらった。オレンの実をもらった。650ポケもらった。まだそのポケが使える場所がね、ないんだよね。そのうち解放される。今日の救助、うまくいってよかったよね。うんうん。実は私、救助隊作って初めての仕事だったから、すごく緊張してたの。今日は疲れたから、もう帰って寝るね。また明日頑張ろうね。じゃあおやすみ。どこに帰るんだ、ピカチュウは。一緒のとこにはいないのか。ちゃんと家があるってこと、ピカチュウには。お。ここはどこ？もしかして、夢の中？あれ？誰かいる？誰だろう？知っている人なのかな？思い出せない。てか人間の時のことは何も覚えてないのか？なんか夢を見てたような。でもどんな夢か思い出せないんだけど。まあいいや。今日も救助頑張ろった。手紙は来てるのかな？ポスト見てみよう。ポスト、ポスト。お、来てるね。アイナはポストを調べた。しかし救助依頼の手紙は届いていなかった。あ、チラシとか？そういう感じ？おはようアイナ、早いね。あ、ポスト調べたんだね。で、どうだった？救助の手紙来てた？全然来てないっぽい。え？来てない？そっか。まあ毎日毎日そんなポンポン来んよ。まだ結成したばっかやもんね。私たちまだ始めたばかりだからね。仕方がない。ポケモン広場に行ってみようか。ペリッパー連絡所に行けば仕事もあると思うの。ポケモン広場はこっちだよ。行こう。ポケモン広場。あ、これでやっとお金を使う場所が。ここがポケモンたちの広場だよ。なんか一斉にカクレオンたちに見られたんだけど。懐かしいな。ここあれか、技マシンとか売ってくれるところやっけ。こちらはカクレオンのお店。道具を買ったり売ったりできるんだよ。あ、どうも、かわいい。あれ誰やっけ、ハスブレロ。そしてペルシアン銀行。ちゃんと避けてくれた。ありがとうね、ブル。お金が預けられるよ。誰やっけ、これ。ゴクリン。ここはゴクリンの連結点。技の連結ができるの。え？連結って何なのって？
技を連結すると、その技の効果が一度に繰り出されるの。詳しくは極理に説明を聞いてみればわかると思うよ。ふんふんふん。なんかすごい活用しようったような気がする。こちらがガルーラの倉庫。ここに道具を預ければ絶対になくならないよ。大切な道具があったら冒険する前に預けるようにしようね。かわいいみんな。が世界観がかわいい。まだズボンめっちゃ動き出した。あと向こうには幕の下訓練所があるよ。いいねいいね。訓練所ではダンジョンでの操作を覚えたり鍛えたりすることができるんだよ。ここでレベル上げとかできるんやっけ。どう？いろんなお店があるでしょ。かわいい。そしてペリッパー連絡所はこの先をまっすぐ行ったところにあるよ。そこに行けば救助の情報が聞けると思うの。まずはペリッパー連絡所に行ってみようね。パートナーに話しかけよう。パートナーに話しかけるといろいろ教えてくれるぞ。どこに行こうか迷った時にはパートナーに話しかけてみよう。アイナ、ペリッパー連絡所だよ。ペリッパー連絡所に行ってみようよ。この奥って言った？ナマズンの池。違うやん。違うやん。こっち？ペリッパー。あ、ペリッパー連絡所こっちやね。あそこがペリッパー連絡所だよ。あ、ちょうどなんか戻ってきた。おう、あれは別のペリッパが飛び立っていきよんかな。ここには各地で困っているポケモンたちの情報が集まるんだよ。まあ、自分とこに直接依頼してこんでも、自分から依頼を求めていけるっていうことよね。ほら、ここに掲示板があるよね。ここには救助の依頼が載ってるんだよ。見てごらん。掲示板を見る。これがまあクエストっていうことか。襲われた。いつの間にか出られなくなりました。うおー、誰か。でもあれなんよね。その森の中から手紙を出すことができるんよね。その手紙を回収しに来た人は誰なの？ペリッパーなの？助けろや。助けろや。そっか、こういうのもあるんか。連れてってください。何としてでも会いたいんです。たまたまのところまで連れてってください。帰れない。戦いに負けました。あ、うわー。もうなんか、電話並みに。電話並みに白心の。噂のお札届けて。噂のお札、母が大好きなんです。お願いしましたらとは言いません。あ、届け物の依頼とかもあるんか。ね、いろいろ書いてあったでしょ？救助の手紙を選んで、そのダンジョンに行けば救助できるよ。ふんふんふん。ダンジョンへは基地の近くの道から行けるからね。あ、その下に出たら、あのマップに行けるってことか。とにかく最初のうちはここの依頼をこなしていこう。そうすれば私たちのチームも少しずつ名が売れて、そのうちポストにも依頼が来るんじゃないかな。多分そのポストに届く方が、その、ストーリーっていう風になるんかな。はいな、とりあえずは依頼をガンガンこなしていこう。依頼を受けたらそのダンジョンに行って、ポケモンたちの悩みを解決しようね。ほうほう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはもうどんどん依頼を受けていくだけ？ストーリー的には、どうなんやろ、体験版ではここまでなのかな。わからんけど、依頼受けていきよったら普通にストーリー進むんかな。そこはさすがに、本編